ミドル・マーチは、ジョージ・エリオットのペンネームを持つ英国の作家メアリーアン・エヴァンスが執筆した小説。1871年と1872年に8回に分けて発表された。1829年から1832年までの架空のイングランド中部の商業都市ミッドランドの街を舞台に、それぞれ異なった生活環境の中で共に理想に燃える二人の男女の 人生の経緯を描く物語。副題に地方生活の一周作とあるように、ミドルマーチの住民を描きながら、多彩な人生模様と心の動きを描いて、人生について深く考えさせる書となっている。エリオットは1869年から1870年に小説を形成する二つの作品を書き始め、1871年に完成させた。 最初のレビューはまちまちであったが、後年バージニアウルフがこの本を激賞して以来、今では彼女の最高傑作、英国における偉大な小説の一つとして広く見られている。ミドル・マーチはエリオットが1869年から1870年のうちに執筆した未完の2作品、ミドル・マーチと長編のミス・ブルックを前身とする。前者は1869年元日のエリオットの 日記にその年から書き始める作品のリストの中に記載がある。同年8月、彼女は執筆を開始したが、翌月には作品に対する自信喪失と結核に、侵されたジョージ・ヘンリー・ルイスの息子である、ソーニーの看病に追われ断念する。1869年10月19日のソーニーの命日以降、彼女は創作活動をすべて休止する。この時点で、 エリオットが後に執筆を再開する予定であったかは、定かではない。同年12月、彼女は活動を再開し、新たに書き始めた作品は、エリオット曰く、小説を書き始めて、以来ずっと構想を練ってきたものを題材とする。同月末には100ページほど書き終え、ミス・ブルックとタイトルを据える。はっきりした時期は定かでないが、1871年3月頃には、 彼女がこの作品とミドルマーチの断片をつなぎ合わせ始めたとされている。構想段階においてエリオットは18世紀の詩や歴史家、劇、哲学者や批評家の何百にもわたる引用を8、過酷語でノートに書き留めていた。1871年5月には物語が長くなりすぎたために当時通例であった三部作の文冊での出版が困難になったことがエリオットを 悩ませた直近の彼女の作品である、急進論者、フェリックス・ホルトの売れ行きが芳しくなかったことも事態に、拍車をかけた。これはこの作品が、当時過激であるとされた、民主主義に賛同する姿勢を見せたためで、出版社のジョン・ブラックウッドは、エリオットの編集者でもあったルイスから、ミドル・マーチでは、ビクトール・ユゴのレ・ミゼラブルの観光において、 採用された八つの文冊を2ヶ月ごとに出版する方法を提案される。これは、チャールズ・ディケンズのデイビッド・コパー・フィールドや、ウィリアム・メイク・ピース作家例の巨栄の詩のような長編に、おいて、月刊の代わりに使用された手順で、エリオットが小説を細かく分けようとしたのを防いだ。冊数が多くなるため、読者の心をつかみ続けるのが難しくなり、 批判が起こるのではないかという懸念はあったが、ブラックウッドは了承する。そして八つの文冊は1872年のうちに刊行され、最後の三つは月刊の形式をとった。1863年の作家令、1870年のディケンズの死を受け、エリオットはイギリスで存命する最も偉大な小説家であると最後の文冊の出版時に評された。 ジョージ・エリオット・ドロテア・ブルックとイル・ラディス・ロー、メアリー・ガースとフレッド・ビンシー・ロザモンド・ビンシーと、テルティウス・リドゲート・ダイエット書館のミドル・マーチの原稿。ありがとうございます。